それでは今日の計算に関する主なテーマであります実数の連分数展開に入りたいと思いますが、ちょっとページ数が多分間違えてますね。ちょっと待ってください。セクション 4.13 ですので、ページ数74ページですね。すいません、なんで18ページって記入したのかちょっとなんか記憶が定かではないんですが、テキストを持っている人は74ページから参照してください。で、ここではその連分数の計算をこう考えたいと思うんですが、連分数は多分皆さんこれまでどこかで見てきたことがあるかと思うんですけれども、まず一応問題設定としては R をユークリッド正域としまして、それから K を R の小体とします。で、それでこう割り算が閉じたような形にするわけですね。で、身近な例としましては R を整数関として K を有理数体とするということで話を進めます。で、そしてこの K の元 R1 分の R0 ですね。で、これに対して次の計算によるその分数の列を考えるっていうんですけれども、次の計算というのはこういう形ですね。その R1 分の R0 っていうのがあったときに、これをその R0 を R1 で割って、でその整数部分ですね、整数で言うと整数部分を Q1 としますと。で、そうしますと、まずここでその Q1 プラス R1 分の R2 というふうにこう、ここに出てくる有理数の分母と分子が更新されるわけです。で、次のステップでこの R1 分の R2 を逆数を取って、分子が1になるようにします。そうすると R2 分の R1 分の1っていう形なんですけれども、で、今度はこれを R1 を R2 で割ることで、この分母の部分をさらにこのような形で表すわけですね。で、そうすると今度はここに分母にこういう有理数が現れて、で、R2 分の R3 というふうに形の有理数が現れますので、これをさらに分子が1になるように逆数を取りまして、で、今度はそうすると、その中に R3 分の R2 っていう有理数が現れますから、これを R2 を R3 で割って、やはりこういう形で表すと。で、こういった表現、計算をどんどん繰り返していって、最終的に、この有理数のですね、一番下の分母の部分が Qk プラス Rk 分の Rk プラス1という形になるまで計算を続けます。そして、このような入れ子になったその有理式をですね、特徴を表現するためにもうちょっと、いちいちこういう分数をたくさん書いて表現するのは大変なんですけれども、よく見ますとちょっと規則性がありまして、有理数部の分子の部分は全部1ですから、情報としてはその整数部にある q1、q2、q3 っていう情報と、あと最後の有理数の rk 分の rk プラス1っていうのがあれば、形は分かるわけですね。ですので、それらだけを取り出して大括弧でくくって並べるわけです。q1 から qk を並べて、最後に rk 分の rk プラス1と。で、このようにして、連分数を一番下の行の形で表すことにします。で、今の形の展開をですね、R0 分の R1 の連分数展開といいまして、特に正則であるものを正則な連分数展開というふうに言います。で、その正則の条件というのは以下のものなんですけれども、まず、分子が Rk プラス1を除いて全て1であること。確かにそういう形になってますね。それから、Q1 が整数であること。それからあと Q2 から Qk が正の整数であることという条件を満たしたときに、この連分数展開は正則であると言います。で、さらに、もしこの Rk プラス1が0になった場合には、これ
最後の要素ですね、連分数定解の最後の要素は R 系分の R 系プラス1だったんですけれども、まあ、そこ分子が0になればそれが消えて、この連分数定解は全て Q1 から Qk という整数だけからなる連分数定解で表すことができます。あと、まあ一般的にすぐ分かる性質としてその Q1 1個からなる連分数定解は Q1 自身に等しいこと、それから Q1 から Qk までの連分数展開っていうのは Q1 プラス Q2 から Qk の連分数展開分の1という形に表されることも分かります。で、あとですね、今回このユークリッド互助法のこう文脈でこの連分数展開を取り上げたのにはもちろん理由がありまして、実はこの連分数展開っていうのはその R の i-1 を R の y で割るというそのユークリッド互助法によって計算できるっていうのが、まあ今回取り上げた理由です。そこでじゃあ実際にその連分数展開をですねユークリッドの互助法を使って計算してみましょう。テキスト の例 4.89 ですかには35分の126の連分数展開が載っていますので、一応それに従ってこちらでも説明しますので、必要な人は教科書も同時に参照してください。まず最初に35分の126を実際に割り算をするわけですね。126を35で割りますと小が 3でですね、余りが35分の2、あ、余りが21か、余りが21でできますので、そうするとこの35分126というのはこのような形で表されることが分かります。整数部が3ですね。でその次のステップでこの35分の21という部分をその逆1が分子に来るように逆数を使って表します。でそうすると今度はこの分母に来る有理数なんですが、見て分かるように、分子の方が分母より大きいですから、そうすると35を21で割ることができるわけですね、整数上で。でそうして割り算をしますと、この場合は小が1で、余りが14になりますので、21分の35は、1プラス21分の14という形で表すことができます。で、この21分の14もやはりその1が分子に来る逆数で表すと、分母が14分の21というふうになります。でまた分母の部分がですね、14分の21というふうに分子が大きいですから、これを21を14で割りますと小が1で余りが7ということで、まあ、そうすると1プラス7分の14分の1という形になるわけですね。で最後この分母の部分なんですけれども、これはちょうど割り切れまして、14を7で割ると割り切れまして、で小が2になりますので、ここは2という形になります。で以上をまとめますと、実はこの計算、一連の計算でですね、35分の126の連分数展開を求めたことになるわけです。まあ実際に連分数書きながら割り算してても、もちろん結構ですけれども、まあこういった形で最終的にはこの3112という形の連分数展開が求まったことになります。ということで、とりあえず有理数の連分数展開はユークリッド互助法できちっと求めることができるという点に注意しておいてください。